血が出た。やばい。はい、こんばんは。今日もよろしくお願いします。ちょっと1時間15分、ちょっとしらすちゃんありがとうね。ちょっと待った。ありがとう。はい、今日ですけど、まあちょっと配信厳しいかもって言ったんですけど、なんとか間に合いましたということでね。まあちょっとリスナーさんと通話したりとかもしてありましたんで、ちょっと遅刻許してください。でまずですね、皆さん、まず飛んだマリオがなんと帰ってきました。昨日ですね、飛んだマリオが帰ってきて、お土産です、これ。はい、これマリオさんからのお土産で、あとこちらもお土産もらいました。これどうでしょうか。これもお土産もらったんですけど、多分着ることはないと思います。はい、多分めちゃくちゃ似合わなかった。いいじゃん。いやマジで似合わなかったんですよ。着たんですけど、はい、ということで今日やってきます。あとですね、なんかいいことあったな。珍しくお腹空いてる。最近お腹空かないんですけど、珍しくお腹空いてるんで。はい、わさび様いらっしゃい。あ、皆さんカンスタリアンス、今日お腹空いてるから、まあ今10時なんで、ちょっとマリオに買い出し行ってもらおうかな。何時からご飯作る。マジで腹減ってる。はい、無限いらっしゃい。あ、無限さん名前呼ばれないからまた入室した。いらっしゃい、無限さん。最大手の無限さんいらっしゃい。で、バトルしないからね。昨日も粘着されました。バトルバトル。しません。で、今日は、一戦のみ。バトル。0時まで。で、1K 以上を100人集める。以上。いや、違うな。昨日約束してたな。ミゲンさん、東京に来てます。あ、そうなの？ミゲンさん。悪さしてるね。何してるんだろう。飲み行ってるんかな。違うな。今日0時から会長と約束してなかった。してるんだよ。会長と約束してるでしょ。
で事務所の人はまあ千葉さんとも約束してた。あとは千葉さん違うね、23時に一発やって0時にぶちかますんだな。うん、ケイちゃんも約束してた。困ったね、約束しまくってるわ。どうしよう、あとハンバーグも頼まないと。どうする。で今日あの0時会長選終わったら重大発表あります。重大発表。今日何日みんな、ちなみに今日何日だろう。24、ファンダムまであと9日。なるほどね。そういうこと。うん、で今日配信ね、まあ、してるけど本当はちょっとできるか微妙で、で多分明日配信できない。うん、明日できないからどうしよう。まあいいや。なんでってさ、いろいろあるよ、俺も忙しいよ。いやまあこんなこと言いたくないけど配信だけじゃないんでね。いや配信がほとんどだけど、うん、いろいろあるんですよ。であととんでもないねこともありました。ちょっと電話してたんだけど、なんか確定申告かなんかを払いすぎてると、うん、これお金返ってくるね。もう大丈夫かなと思って、もうウェリーさんもう払いすぎちゃうんだって。なんと280万。大丈夫？勘違いしてたとか言って、うん、大丈夫かな。そのことある？普通にちょっと手違いでみたいな、うん、ちょっと心配だけどね。まあまあ臨時収入で嬉しいっていうか、まあちょっと複雑、ちょっと心配だよね。なんて違ったやん。なんか、まあ、これちょっと分かんないけど、これペラペラ喋っていいのかな、うん、なんか払わなくていい申請を出してたことをなんか払っちゃってるみたいな、そういう説明だったけどね。大丈夫かな。で弁護士さんいるじゃん。で弁護士さんってあの弁護士事務所に所属してるじゃないですか。で急にね、前紙送られてきて、この度あの担当の何々弁護士さんが事務所を辞めることになりましたとかね、そんなことばっかりだからね。独立したのかクビになったのか知らないけど、大丈夫かな。大丈夫だと思う。あるある。弁護士さんとか結構出入り激しい、案外よくあるんだ。で独立したりね、事務所を転々としたりとか。なるほどね、はい。でちょっと事務所的あのブームじゃないけど、マリオが帰ってきたらまた違う人が飛びました。音信不通います。音信不通、ゆめきさんがなんと音信不通で飛びました。知ってる人いる？ちなみに昨日ねマリオ帰ってきて、でちょっと嬉しくてね、しゃぶしゃぶしたんだよ、しゃぶしゃぶをね。でマリオに聞いたらね、あの飛んだ理由を聞いたら、
病んでる俺を見て病んだという理由でした。だから巻き込まれたという言い訳をしてきやがったよ。どう思う？病むのってうつる？病むの、でまあ無事戻ってきたんで、でまあちょっと張り切ってらっしゃるからね、マリオさん頑張ってるんで、まあまあいいとしてね。